今日はですねタワーバトル東方丈介編究極こちらのフロア6ですね攻略していきたいと思います。パーティーとステータスはご覧の通りです。ではビッキー見ていきましょう。まずはリーダー孝太郎ですね。見習いトレートパワーハイコンシルフェをつけています。続いてエキスパキラーですね。ムーブースト点数ファイアボムを入れています。さらにバイスケ湧き上がる先導俺が戦うぜテラスやつやルサネをつけています。そしてスタンバイにはナイフリオですね。300年体力やけをつけています。そして、フレンドは慶長ですね。慶長に頑張ってほしいな。では参ります。パーティー自体はね、どっかで見たような、構成となっております。参考にさせていただいた大場さんたち、ありがとうございます。頑張って、ね、攻略していきたいと思います。さあ行きましょう。スパキラねドンと倒せました。さあこれはちょっとまずい位置な感じですね。2回に分けてね打っていかないといけないです。はい第1ラウンドクリア。続いて第2ラウンドですね。第2ラウンドはカエルちゃん祭り。さあカエルちゃんをエキスパキラーの CS で倒していきます。さあこれでドーン倒しました。反撃を食らいますが大丈夫です。さあ増援ですね。増援はちょっと走ってしまった。増援もエキスパキラで倒しました。さあここで出てきたのが大量のアイテムバラマキですね。さあここは慶長に頑張ってもらいましょう。頑張るって何をですけど頑張ってもらいましょう。さあナイフリオが振ってまいりました。ここはナイフリオで攻撃していきます。ダテガンになっちゃっております。ダテガンする気はなかったんですけどね。ダテガンになっちゃいました。ここもナイフリオでいきましょう。さあ3ラウンドも終了です。続いて第4ラウンド。第4ラウンドはウンドゥールとユーちゃんですね。とエゴアイこちらの登場です。ちなみに、私の、エキスパキラは10万今超えてないので倒しきることができないです。なので、11万8000ですね。ナイフリオで
はい、倒していきます。さあ増援が降ってまいりました。こちらのね増援は何とかなります。もナイフじゃないね、エキスパキアで増援を倒しています。そして第5ラウンド、第5ラウンドは気をつけるべきはね、陽太郎ですね。ナイフ量でいくと、ドクタム中にねカウンターしてくるので、ナイフ料理になるべく当たらないように、ナイフ料理は戦場太郎になるべく当たらないようにしたいんですが、ナイフを当てないとですね、スマッシュを当てないと私ので倒しきれないので、大変このように残って引っ張らなくてですね、大丈夫でしたね。何を心配してたんだろう。大丈夫でした。ただ本当に、スカってしまうと倒せないんで、きちんと、スマッシュを当てるようにしていきましょう。さあ最終ラウンド、6ラウンドですね。ここでですね、ゲイチョンアルフがね、死亡時間を確保してくるので、なるべくゲイチョンに当てすぎないようにですね、頑張りましょう。そして今度は当てていきましょう。さあ最終増援ですね、最終増援の時に、露伴が降ってきてくれました。なのでナイフは使えないです。こういう時のためにね、光太郎が頑張ってくれます。ステージに立てたりしましょう。はい、倒しました。さあ虹は降ってくれるかな。降らない、残念です。まあ、クリアしたのでよしとします。最後までね、動画をご覧になっていただき誠にありがとうございます。またね、どっかの動画でお会いいたしましょう。ではラストボタン。